では再開していきます。スクリュードライバー合心ドリルレロ実況プレイやっていきます。ブッチです。よろしくお願いいたします。すごいね、続けて撮ってるんですけど、前回のあらすじとしては刑務所に閉じ込められたんですけど、ラセンダーが、なんか無人で動き出してクリルを助けてくれたと。で、クリル助けてそこから、まあ、脱出を一緒にするんだけど、所長がなんかものすごいグリーンダイヤの力でものすごいなんかでっかいロボット作っちゃって、それ倒すのに20分ぐらいかかっちゃったと。で、キャリーが味方というか、まあ、キャリーの裏切りもあってなんとか脱出はできたんですが、戻ってみたところ自宅に、バグラーからミサイルを撃ち込まれたと。で、撃ち込まれて今ちょっとドリル状になってるんで、どんどん地中を掘り進んでいるんですけど、地下 100m のアジトのところにお父さんがいると。で、そこに向かってドリルミサイルが撃ち込まれているので、それを阻止するために、まあ、急いで戻ってきたというところです。やっていきましょう。ちょっと字幕でちょっと後から付け足しておくので、まあそこを見てくださいです。行きましょう。ちびすけ。幸いにしてまだドリルミサイルのノズルは地上に出ている。そのノズルからミサイルの中に入り込むんだ。あれを止められるのはお前だけ。頼んだぜ。ゴゴ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 ゴと。そういう緊急のイベントがあるの知らなかったよ。ドリルの回転を止めるためにはやはりエンジンを破壊するのが一番だ。そこのすぐ下がエンジンルームだからな。行くぜ。なんかこう制限時間とかがあると困るんだけどな。そういったものはなさそうでよかった。お？ちびすけ、ちょっとまずいことになってきたぜ。そのミサイルはエンジンを破壊すると誘爆する仕組みらしい。となるともっと先の方へ行ってドリルのを回転させているシャフトを止めるしか方法はなさそうだな。あー、やっぱりね、エンジン壊して全部まとめて爆破されても困るからね。ってことはドリルの回転を弱めるしかない、弱めるというか止めるしかないと。いでい早い。いでい、これ壊せないの？いでい。はいはい。てかやばい、だいぶご了承になっちゃってる。いやー、これは壊せるね。えらい。もうだいぶ適当だよ。でもすぐギア2が手に入ります。2よしよし。なんか全体の制限時間がある系ダンジョンじゃなくてよかった。なんか1回しか来れないような感じなのかな。痛い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 。早くね、あれ早いよ。こっちはね、体力を増やしてるからね。しゃがめば当たらない。体力増やしてるからね、多少はもうご了承で行くことも覚悟の上よ。ただご了承で行きすぎるのもどうかと思うんですけどね。よしよしよし。 BGM がすごくかっこいい。痛い。よし。いけーいけー、急降下。あ、でもこれ一番下まで降りてきたかな。おーい、そんな電気トラップかよ。あ、ギアがあったね、さっき。よし、ギア3。あっという間に手に入れたな。3。あ、今回 BGM 変わんない。あー痛い。もういっちゃい。
こい。あーやばいやばいやばい、ひっくり返るよね。しょうがない、体力回復ありがたい。どんどん右へ。はい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 。あー危ない、落ちなかった。もうしょうがない、行こう。時間制限ないけどなんか急ぎたくなるよね、こういうステージ。この辺で降りれば大丈夫。ダメだった、もういいや、行こう。これもうボスとかいたら大変なんだけどなもう回復あることを祈っていく感じなんだけど。どんどん行きましょう。おーいいね、壊したらすぐしゃがんでダッシュ。あいらい、しゃがめなかった。おお、メタルブロックじゃないの。どんどん進め進め。これさ、弾の挙動がどういう挙動なのかがいまいち分かってないんだけど、外側にくっついてるだけじゃないのか。エネルギー回復、エネルギー回復。ちょっとしかない。フル回復してほしいんだけど。何これ。おお、やぶん、すでにミサイルは地下50メートルまで進んできております。一刻も早く先端のシャフトを。こっから3分か、マジか。えー、なに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 、そういうこと。もう、うー、爆発ダッシュ。はい、お、当たった。どこにいるかわかんない系かな、もしかして。いて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 、あ、ここじゃなかった、上か。よし、おお、これ壊すしかない。やばい、一旦退避、もう一回退避。どん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 壊すんだけど、これは退避するしかない。よし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 、これ先行けないかな、抜けられない、危ない。どれが一番当たりなのかが分からないけど、それじゃないよね。あ、間違えた間違えた間違えた、早く、危ない危ない、早く早く。よしよしよし、ギアさんでつっきれつっきれ。だよねだよね、知ってる。ダッシュ。結構ね、このゲームやっててね、時間制限シビアだなってすげえ感じるんだよ。よしよしよし。だからね、時間制限ものはね、マジで急ぎすぎて損はない。危ない。これも一旦爆発するでしょ。でも爆発したらすぐ下行く感じで大丈夫。どれが当たりだ、当たりがわからない。そういう系じゃない、もしかして。当たりとか外れとか関係ない感じか。いけ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 、違うの。あ、L か、逆回転。赤いやつはくっついてるところ時に当たっちゃうから、そのタイミングで逆に R を押すと、逆に R を押すと。早い早い早い。よし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 。いや、ほら14秒だよ残り。
だいぶ危険だった。ふぅ、本当にふぅだよな。一時はどうなるかと思いましたが、なんとか間に合いましたな。あとはさらにシャフトを逆回転させ続ければミサイルそのものをも押し出されていくだろう。これさ、あ、さすがに無理か。さすがに無理か。さすがにね、右回転にするのは無理か。よしよし、ドリルミサイルは地上へ戻ってきますぞ。お？しまった！無理に逆回転をさせたからなのか、ミサイルの呪縛装置が起動してしまった。そんな、せめて親分だけでも逃げてくだされ。いや、慌てるのはまだ早いぜ。よく聞け、ちびすけ。最初に入ったエンジンルームまでとにかく戻ってくるんだ。そこに切り替えスイッチがあるはずだ。そいつでエンジンを逆噴射させてやれ。ちびすけ、いや、親分ならできるよ。さあ、急げ。そんな無茶な。でも制限時間がないだけマシか？いー、なに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 、これどうなってるのこれ。いやー、どうなってるのこれ。どういうことなのこれ。もうぶっ壊れまくってるじゃん。これ巻き込まれたらおしまいって感じかな。早く早く早く。なんとか早く。巻き込まれたらアウトなんだろうな、多分あれ。ドーン。ミサイルの噴射はこの部屋にあるスイッチで制御しているんだ。そこのレバーを切り替えれば OK だぜ。本当に？これガチャ。おお、やりましたな親分。さあ、物騒なところに長居は禁物。早いところ脱出してくだされよ。いかんちびすけ、今の爆発でエンジンがオーバーロードを引き起こしちまった。右のマシンとのパワーと左のマシンのパワーを同じバランスにしてないとおだぶつだぜ。え、どうやんの。左のマシンのパワーが落ちてるぞ。右のマシンに刺さっている制御チップを左のマシンに移すんだ。おお、これ、うん、なるほど。はい。移したよ。え、移したよ。移したよ。今度は、え？っていう夢を見たのさ。っていう夢を見たのさってことか。下げます。え、なんか本当に、え、カットしたわけじゃないよ。さっき本当にいきなり入り口から戻されたんだけど、どういうこと。まあいいや、とりあえずやっていこう。制御チップを移す。これピンよって言ってっから移す。 OK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 、 戻ってきてるね。で、左に傾いてるから移す、外す、もう移す。ちょっと待て、なんかあっち行ってるぞ。はい。なんで制御チップ両方にくっつけねえんだよ。OK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 、 左だね。 OK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  で真ん中で持ってて、どっち来る、こっちか。 OKOKOK で下げて、おおーと取って右に持っていく。じゃ外す。で、もう一回左に持っていく。え？え？なんで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 ？右に持って、え？左に持ってってもダメだったの？
まあ夢なんだけどさっていう夢を見たんだけどさ、制御チップが乗っかっている方がエネルギーを与えてるんだから、それを移すと電源のオンオフができるみたいな感じなのかな。もう一回こっちでしょ。おーら、オッケーオッケーオッケー。よくわかんないけどよくわかんなかったけど、ふう、よくやった。さすがはちびすけ親分だぜ。さて、ドクローラーにもすっかり世話になったからな。今度は俺たちからでっかい花火をプレゼントしようぜ。え？その理屈はおかしくない？その理屈はおかしくない？ドーン。でもさ、レッドリルのアジトはさ、まだ田舎のさ、こう片隅みたいな感じだったじゃん。で、これでさ、ドクローラのアジトはさ、明らかにさ、街中やん。これミサイルの被害を考えるとやべえんじゃない？全然そんなことなかったね。いずれ世界征服をするときのためにこの最終兵器を建造しておいたのだが、よもやこれほど早く出動させることになろうとはな。え？え？どういうこと？なんたることじゃ。バグランのやつめ、あんなものを隠しておったとは。このまま放ってはおけませんぞ。記録しますか。はい。これでもバグラーのあれを止めに行くのかな。なんか売ってる？美術館の地図ぐらいか。で、ワールド6。アドリルミサイルの次のアジトの正体。ここがワールド最後かな？最後、あ、最後なのかな？わかんないけど。アジトの正体って感じですね。いやー、よかったよかった。ちょっと急にね、ストーリー的にくっついてる感じだったので、撮っちゃったんですけど、まあ、今回の収録はこのくらいにしておこうかな。うん。ちょっと今回パートの時間が短いかもしれないのですが、ご視聴ありがとうございました。また次回のパートでお会いしましょう。バイバイ。